どんなお薬がお好みですか？ラウンド1ファイト。やられました。精神は人のままだが、肉体は完全に吸血鬼になったようだ。おめでとう。先達としてこれほど喜ばしいことはない。ん？どうした？いつもの憎まれ口は。錬金術師としての君ならエルトナムの誇りを叫び、吸血鬼としての君なら祟りを襲名するための怨念を吐き出すはずなのだが、これは私の舞台感も鈍ったかな。そういうことか。この3年私が吸血鬼化と戦っていたように、お前に飲まれた私の血は祟りで戦っていたのか。それはどういうことかね、シオン。私に飲まれた君、たった3リットル程度の血液が私と戦っていたと。もちろん勝ち目のない戦いだ。だが貴様は人間に敗れ、祟りとしての座を失った。その空いた席に私の血は座ったのだろう。そこをどけ敗者。奈落に落ちた役者に次はないと歌ったのは貴様自身だ。能の舞台の中心には奈落と呼ばれる穴がある。本来は小道具を収納する隙間だが、同時に不敵な役者が足を滑らす縁でもあるらしいな。私はとうに奈落に落ちていた。そうだ、納得がいかないのなら今度は私の手で直接叩き落としてやろう。三文役者にはふさわしい幕切れだ。ワンファイト。まだ巻いたまえ。油断した。
それでは無理だ。空調は万全かね。残念。アクシデント。失礼する。少年の声。失礼する。それでは無理だ。潰れろ。私が強い。ムーンビーラウンド2ファイト。油断したわ。失礼する。それでは無理だ。やり直したまえ。失礼するよ。キリキリ舞だ。まだだって。悪意の波を。まだだ。私は何を。ムーンビーン。感情はとうに反しているが、自身の最悪の状態を目の当たりにすれば気が重いな。処理が落ちるとはこのことか。それは私のセリフだ。27歳になった私の姿がお前だと。お前は吸血鬼ではない。超越者としての矜持も責務も感じない。その通りだ、吸血鬼。私は27歳の核だ。吸血鬼ではない。生き延びるために同族の血など必要としない。そもそも生き延びるという選択を選ばない。私はこの国を知る前はシオン・エルトナの後らしい。タタリンにも関わらず、ありのままの姿でアトラスの嘘にたどり着いた。霊長の未来を死後するアトラス巨人。人に落ちた彼女と魔に落ちたお前とは違う。私はオシリスの姿。ヘルミスと共に終末をかける予言者。未来を帰還し、そこに希望を持たなくなった冥界の砦である。なるほど。エルドナムとして迷いを持ったまま学院で暮らしていれば、確かにその考えに至るだろう。いいだろう。ズタズタに壊してやる、エルトナム。そうだ、私はずっと自分を完膚なきまでよかしたかった。ラウンド1バックファイト。サガに救いはない。救
救いのないものを生存させることはできない。ゆえにその滅びを永遠に記録する。バカバカしい。そんな結末に何の楽しみがある。オシリス、これだけの賢者の死者、砂のように細かく宝石のように輝き、命のように甘い記録媒体を作り上げておいて、そんな結末しか選べなかったなんて。私は違う。私は楽しみを覚えた。人間の苦悩という何にも勝る美酒を知ったのだから。そうだ、アトラスの錬金術師としての私ではオーシリスに落ちる。なら今の私、吸血鬼になったシオン・エルドナムこそ霊長の未来を憂いるにふさわしい。さあ、一切の痕跡なくこの砂に溶けるがいい。オシリス、お前の技術は私が使ってやる。道系と乱数の狭間、円空と螺旋の地獄、私は新しい方に。賢者の石を持って世界を永遠の悪夢に閉じ込める黒い大地そのものになるのだから。